テパリービーンテパリービーンは豆かインゲン豆属の植物。アメリカ南西部からメキシコにかけてが原産地でコロンブス到達以前からネイティブアメリカンたちによって栽培されていた古い栽培作物である。一般的な豆に比べて乾燥に強く年間降水量400ミリメートル以下でも生育できるためアリゾナ州からメキシコ。 コスタリカにかけての砂漠や半砂漠地帯に栽培される。近年ではアフリカに導入されている。野生のテパリービーンはズルセの植物で砂漠の植物に巻きついて成長するが栽培品種はインゲン豆のように育つ。パウイ、パビ、テパリなどとも呼ばれる。テパリーの名の由来はこの豆を栽培していたパパゴジンの言葉で豆を意味するティーパオである。 デパリービーンは、一旦乾燥させ、水に浸してから調理される。また、煮込みや粉にして使用することもできる。ネイティブアメリカン社会では、非常に重要な作物であり、スクワッシュ及び、トウモロコシと共に栽培された。新編食用作物、星川清地家、養賢堂、昭和60年5月10日、帝政第5版、p 499から500。 世界の食用植物文化図鑑 P203 バーバラサンティッチジェフ・ブライアント著、山本則りお寛ヒーラギ風車2010年1月20日第1冊ありがとうございます